バールベリーは、スウェーデンのハンランド県に位置するバールベリー市の市長、所在地。2005年の人口は26,041人。県の海岸は、左室の典型的な西海岸として知られるが、この辺りで岩がちな地形に変わり、北のブルーヒュースレーン地方まで伸びている。夏は、魅力的なリゾート地として、多くの人々がボロースなどの内陸都市から休暇に訪れる。市街は、 丘陵地と平原に築かれているが、草木はほとんど育たない荒野である。1826年、スウェーデン人の主教で、当時の権力者だったエサイアステグネールはこの地を、スウェーデンで、最も魅力的な場所と表し、後に、地元の市場で引き合いに出されるようになった。砂浜は夏にとてもにぎわい、バールベリーの主要なエッセンスでもあるが、車で20分ほど内陸へ行けば、 打って変わって丘陵地に森と湖が生える家系が広がっている。ニルス・キュレーゲル作、ホルステンの丘デンマーク支配下、海岸沿いに、樹つなぎに建てられた軍事施設にバールベリと呼ばれる要塞があった。14世紀半ば、この1キロメートル北に、ゲタカーという入植地が開かれた。市街は1400年頃に、そこから5キロメートル北へ移転したが、17世紀。 初頭に壊滅し、砦の近くに再建された。1645年のブレムセブルー条約でスウェーデンに支配が移り、1658年のロスキレ条約で、それが高級的なものとなった。その頃には約600人が住んでいた。その後、1666年の大火で、再び移転し、現在に至る。 1863年にはまたも大火が発生したが、石やレンガで再建された。人口は1890年に4000人を超え、工業化も相まって1930年には8500人に達した。1971年の地方行政改革に伴いバールベリ市の中心地区になった。港の入り口付近にはバールベリ取りが立ち、そのチグハグは 外観ゆえにこの地域で最も有名な歴史的建造物になっている。1280年の築城以来、以前の建材を残しつつ増築を繰り返したため今のような状態になった。現在は博物館になっている。近郊にユネスコの世界遺産に登録されているバールベリの無線局があり、夏に観光客で賑わう。ありがとうございます。